レナウン級巡洋戦艦。レナウン級巡洋戦艦。レナウン級巡洋戦艦は、イギリス海軍の巡洋戦艦で、同系艦が2隻あった。2隻とも、第二次世界大戦に参加したが、レパルスは1941年のマレー沖海戦で、日本軍機の攻撃により撃沈された。レナウンは名高いの E。本級は、イギリス海軍のフィッシャー第一海軍協が第一次。 世界大戦中に巡洋戦艦の追加建造を要求したことに橋を発する。当初、アスキス内閣は戦争期間中に建造が間に合わないことを理由に難色示したが、フィッシャーは15ヶ月という短期で建造するとして押し切った。このため、キャンセルされたリベンジ級戦艦の資材を流用して建造することとなり、その艦名も6番艦と7番艦の名前を流用したために、 リベンジ級と同様に R から始まるものである。一番寒冷ナウン、二番寒冷パルスともに1916年に竣工した。フィッシャー教の提唱する高速は最良の防御という思想を具現化したもので手法には、クイーンエリザベース級戦艦と同じ15インチイコール3.1センチメートル連砲を3機を搭載したが、速力30ノットという市場要求を達成するため、 防御が全球よりも薄弱なものとなってしまった。このため、第一次大戦後に戦訓に基づいた防御力強化の改装を行う。その結果、第四級巡洋戦艦に相当する装甲を手に入れたが、それでもなお防御力の不足は否めなかった。本級の艦隊は、軽巡洋艦からデザインが発展したため、軽快でスタイリッシュな印象である。 船体は朝鮮主労型船体で、水面下に浮力確保の膨らみを持つ。艦首艦板に、視野、傾斜が若干付き、一番四方倒に向けて艦板が軽く、傾斜しており後天時には容赦なく、波に流された。ただ、もともと軽量な艦隊であったために後天時の、しのげ波性と安定性は、申し分なく。 監視看板上に新設計のマーク I38.1cm42 後継砲を連装式の手砲塔に収めて背負い式に2機を配置2番手砲塔の基部から看板よりも一段高い環状構造物が始まりその上に操打装置を組み込んだ司令塔が立つ天外部に即居技を乗せた司令塔を組み込んだ八角柱型の操打環境の 背後から三脚式の全部マストが立つ。構成は頂上部に射撃方位板室を持ち、中部に三段の見張り書を持っていた。全部マストの左右に複方の 10.2cm 速射砲を3連装砲がで、片弦1機ずつ2機を配置。船体中央部に2本煙突が立ち、2番煙突の背後に 10.2cm3 連装砲を1機、配置した。 左右原則甲板上が関西低置き場となっており、前向きの三脚式の後部マストを基部とするクレーン一本により、運用れた。後部マストの後方に、後部見張り所が設けられ、後ろ向きの三原装腹砲が、間隔の開いた背負い式二機を配置したところで、選手楼と上部構造物は終了し、そこから甲板一段分下がって三番手砲塔一機を、おけした。本級における、 レナウンとレパルスの識別点は日本煙突が日本とも同じ高さなものがレナウン一番煙突のみ高いのがレパルスである。収益後の九百二十年代に二番三番手法登場に陸上機を運用するための滑走台が設けられた。巨大発射管は水中二門であったが五十三点三センチメートル発射管を片元四問ずつ計八門に増強して 水上配置とした。第二次世界大戦前に、レナウンのみ、環状構造物を新戦艦に準じた、近代化改装が行われた。球体化した、溶石不足の環境は、近代的な等型環境へと更新されて溶石が増したために、即虚偽は、環境上部に、射撃式装置は、環境内に設けられたために三脚式の全部マストは、簡略化されて、 環境の後方に移設された。この時に老朽化した機械を、アドミラリティ式重油戦勝3度大型水管管発揮と、パーソンズ式、ギアドタービン4機4軸推進に更新した際に、追い風時に環境に倍延がかかる不具合が、報告されていた2番煙突は後方に移動された。2番煙突の基部には、関西堤や水蒸気を収められる大型の格納庫が、設られ、 その上に、片弦一基ずつのタラス構造のクレーン系二機により、運用された。中央部に甲板を左右に横切るカタパルトにより、水蒸気は出された。三脚式の後部マストは撤去され、代わりに、後部上部構造物は箱型に拡大され、その上に、簡素な短脚式の後部マストが立った。複砲の10.2センチメートル三連装砲はすべて撤去され、代わりに、 新型のマーク3百三十八年型 11.4cm45 口径広角砲を連装砲がで環境側面から一番煙突側面にかけて片言三基ずつと後部構造物上に片言二基ずつの計一基を配置した近接戦闘用にビッカーズマーク 84cm39 口径ポンポン砲を8連装砲がで一番二番煙突の 間に、片言一機ずつと、後部マストの後方に、後ろ向きで一機を配置していたこの階層の果て、喫水が、竣工時の9.3を超える9.7メートルをも、超過したため、レナウン艦長は、艦のしのげな未成が、限界に達したと海軍省に報告した。一方、レパルスは竣工当時と対しては変わらず、1933年から1936年に、 かけての階層で、全部マストの基部にある、フラット部分は拡大されて一番煙突を基部とする、巨大な三角形状のものとなり、機関は、レナウンと同様に、水上規格濃厚を組み込んだ構造とした。第二次世界大戦の開戦時からドイツ、通称破壊艦の探索任務のため階層の機械が、なく、新たに、対空兵装として、10.2センチメートル、45、 後継広角砲を棒立てのついた連装砲がで一番煙突の片弦に一機ずつの二機後部マストの左右に片弦一機ずつの計四機を搭載した。1940年10月に後部マストの 10.2cm3 連装速射砲一機を撤去した場所に 4cm8 連装ポンポン砲一機を追加した。1941年1月頃に 後部マスト上に273型、耐水場レーダーを設置するとともに、近接火器として、エリコン 2cm 連装機銃6機を装備した。本級の前日通りに新設計のマーク I38.1cm42 後継砲を採用している。これを連装砲塔に収めた。その性能は、重量 871kg の手砲弾を、 最大行角20度で射距離21,702メートルまで届かせることができる性能で、射距離13,582メートルで原速走行305ミリメートルを、射距離18,020メートルで279ミリメートルを貫通できる性能であった。装填機構は自由角度装填で、行角20度から深く5度の間で装填でき、発射速度は瞬行時は毎分2発であった。 方針の行角は15度、深角5度で、動力は蒸気ポンプによる水圧駆動であり、補助に人力を必要した。旋回角度は左右150度だった。リベンジ級で採用された1912年型 38.1cm42 口径砲は、元設計では4機搭載の予定であったが、高速性能のために主砲等1機と、 戦艦並みの装甲を下ろし、代わりに浮いた重量を機関重量に当てたために3機となった。遠距離での降参射撃に必要な門数は最低6問であり、これ以上は削れないギリギリの選択であった。これを全2機、51機搭載した。複砲は当時の英国戦艦の美砲として即射性を重視して、 1913年型 10.2cm45 口径速射砲を採用し、これを三連装砲画で5機と、単装砲画で2機の、計17門を、三脚章の両脇に3、連装砲画を1機ずつ、2番煙突と、後部三脚章との間の中央部間板上に1機、後部三脚章の背後に背負い式で2機を配置した。同装砲は副板の番煙突脇に ずつである。最大、全方向に8門、左右方向に13門、後部方向に6門の十分な火力を有していた。なお、この砲賀は気力装填でなく人力装填だが、上員の連度によっては気力に負けない、速射成績を出せた。その他に、耐水来艇用に7.6センチメートル、50口径砲を、単装砲賀で2機で吹く看板の2番手砲と脇に1機ずつ。 装備した。7.6cm、50口径砲16門、7.6cm、40口径広角砲6門、霊砲用に 4.7cm、40口径炭装砲1機、53.3cm、水中魚雷発射管2機を一番主砲等手前に1門ずつ、装備した。近代化改装後の、レナウンのみ、新たに、 複砲圏降格砲として、新設計の M31938 年型 11.4cm45 口径降格砲を採用した。その性能は、重量 39.5kg の手砲弾を行四45度で、最大射程 18,970m まで、最大行角80度で、最大射千 12,500m まで届かせることができる性能であった。 装填機構は自由角度装填で、発射速度は毎分12発であった。方針の行角は80度、不角五度で、動力は電動駆動であり、補助に人力を必要とした。旋回角度は左右方向を0度として、左右150度の旋回角が可能であった。一方、レパルスは 7.6cm 広角砲の代わりに、新型のチメートル 45口径、広角砲を採用した。その性能は、重量 39.5kg の手砲弾を行角45度で、最大射程18,970メートルまで、最大行角80度で、最大射光12,500メートルまで届かせることができる性能であった。装填機構は自由角度装填で、発射速度は毎分12発であった。 方針の行角は80度、不覚5度で、動力は電動駆動であり、補助に人力を必要とした。旋回角度は左右方向を0度として、左右150度だった。本級の防御様式は、船体中央部にのみ走行を配置する集中防御を採用していた。全級よりも火力と高速力に重量を抑えたために防御重量は犠牲となり、前型である。 タイガーが原則に二二百十九ミリメートル防御、張ったのに対し、本級は原則推薦部には中央部に百五十二ミリメートル、艦首備部には三十八ミリメートル装甲が張られるなど、全体的に薄かった。しかし、推薦下にはイギリス巡洋戦艦にして初のバルジを装着したクラスだった。主艦パン部には機関区の上面のみ七十六ミリメートル装甲が張られ、 弾薬補上面は51ミリメートルと格段に、薄かった。主砲塔は、前盾と後ろ盾には279ミ、mm、リメートルと、厚かったが、側盾は178ミ、mm、リメートルから228ミ、mm、リメートル、天外部のみ108ミ、mm、リメートルであった。主砲塔のバーベットは、甲板上に露出した箇所のみ178ミ、mm、リメートル装甲が、張られたが、甲板から、 下は1 0 2ト、mm、ルでしかなかった。司令塔は全部のみ2 5 4ト、mm、ルで、後部は5 1ト、mm、ルでしかなく、天井部のみ1 5 2ト、mm、ルであった。司令塔は最厚部で2 5 4ト、mm、ルであった。全体的に本級の防御はそれ以前の13.5インチ砲巡洋戦艦、ライオン級やタイガー級と比較しても薄く、本級よりも防御に優れたクイーンベリーが、 ユトランド沖海戦において、格下の一員地方巡洋戦艦からの一発で、あっけなく爆沈した事実を戦訓と照らし合わせると、本級の防御力は、格下の相手に対し不十分なものであった。そのため、第一次大戦後の1923年から1926年に、懲海掃除に、原則走行を全球並みの 229mm 走行に、完走した。 その時に、元の 152mm 走行は無駄にせずに 229mm 主走行の上に貼ることで、最上艦板の側部の防御強化とした。この改装実績を元に1930年代に2隻とも、艦板防御機関駆上面は 127mm に、弾薬補上面は 102mm 走行に換装して強化した。この改装で、エナウンは、 大魚雷防御を強化したのに対し、レパルスは対艦防御を強化するなど、改装の内容が異なった。1914年度戦時計画のレナウン級は、12万馬力、32ノットを目標性能とし、当初は蒸気圧力の高い主艦と新型タービントで5万5千馬力、2の新式軽量機関の搭載を予定した。しかし、 開発に時間を取ることによる艦の完成遅延を懸念して、巡洋戦艦、タイガーの主機艦に出力増大の改正を加えて112000馬力、30.5ノットと設計された。タイガーは、B、B&W 混年艦39機、ブラウン・カーティス式直結タービン2組の4、軸推進艦で85000馬力、28ノットの 計画に対して、実際には10万8000馬力29ノットを発揮した。本級は、主艦の重油1000年化と3機の増サイトで4000馬力と2.5ノットを増加し、B&W 体系水管管42機を搭載した。前から順に第1台6艦室を置き、第1に3機、第27機、第3台6に核発機を設置した。蒸気成長は、 クイーンエリザベス級と同じだった。手記の形式と推進方式はタイガーと同様で、本級は直結タービンを搭載した最後の英主力艦である。高圧タービン、低圧タービン、高圧更新タービン、低圧更新タービンで構成され、巡航タービンはない。高圧タービンと高圧更新タービン、低圧タービンと低圧更新タービンは、 それぞれ一つのケーシング内に収められていて、前者は外軸を、後者は内軸を駆動していた。後部左右機械室には複数機を2機ずつ収めた。行使結果は良好で、レナウンは126,300馬力、32.58ノット、レパルスは119,025馬力、31.725ノットを発揮した。ナウンは後に機関をしたが、 レパルスは最後まで心臓時のままだった。本級のうち、ベナウンはドイツ巡洋戦艦やフランスのダンケルク級戦艦に触発されて再建作りに近い大改装が行われた。1936年からの改装で、シュボイラーをアドミラリティ式金月月産、同型再建水艦艦とパーソンズ式ギヤードタービンに更新した。機関配置は ボイラー室は四枚の横角壁と中央角壁で十室に分かれており、そこに、監視側一番二番ボイラー室は廃止されて、補機室となり、残りの三番から十番ボイラー室にボイラーを一機ずつ、収めた。推進機室は新たに横角壁を追加して発出となり、監視側機関区にボイラーをの一室あたり一機ずつ、配置し、監備側の機関区に原則機四機を配置して、 スクリューシャフトを駆動した。この階層により高未において12万500馬力を発揮し、浅い海面において29.93ロットを発揮した。機関部重量は出力を減じることなく約2800トンの軽量化につながり、航続距離も延伸したが収益時よりも最高速度は低下した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。